大学を卒業し、このままフリーターかと思っていましたが、知り合いのつてで急遽就職が決まり、急ぎでこの部屋を決めました。この時期、いい部屋も見つからないだろうと思っていましたが、結構新しい部屋を見つけることができました。でも、これがあんなことになるなんて。今日はこの辺に行くか。はい。あ、もしもし。あ、なんだ、お前か。何こんな時間に。ああ、この前言ってたやつね。うん。いいよ。うん。わかった。あ、じゃあ来週の土曜日。はい。後日、近所の人にこの話をしたところ、前にこの部屋に住んでいた人は、
マンションの目の前で交通事故に遭って亡くなったそうです。もしかしたらまだこの部屋のことを自分の部屋だと思っているのかもしれません。